あら、お帰りなさい。お風呂沸いてますよ。うるさい、分かってる。ご飯もできてます。いちいち報告するな。ご飯先に用意してますね。どうも。カバン持ちますよ。うるさい、いらないからさっさと用意しろ。あっくん、一緒に帰ろう。ついてくんな、ブス。血筋だ。帰りなさい。ただいま、千穂。篤弘は？兄貴は今日、のんちゃんとご飯食べに行くんだって。許さない。あら、ほんと？のんちゃん、ほんと物好きよね。私だったら、あんなめんどくさい男なんてごめんだけどね。はーい！兄貴はほんとキモいのに、のんちゃん天使！え？篤弘、彼女いるの？